お世話になります、ひとりでございます。2月27日がポケモンデーということで、いつもポケモンデーにはポケモンプレゼンツで新たなポケモンに関する情報が発表されるので世間が騒然としていますね。実際にポケモンの新作についてこれが来るんじゃないかと多くの方が予想していて、ツイッターでトレンド入りしていたりします。ということで今回はポケモンプレゼンツで発表される内容を多くの方の意見などを参考にして予想し、発表の可能性が高いランキングを作り、発表の可能性が低い順番でご紹介していきたいと思います。第11位、ポケモンレジェンズアルセウス続編。これは続編というかレジェンズアルセウス風のアクション系のやつで、別の伝説幻をフィーチャーした作品ということです。単純にまず名前的にレジェンズなので、アルセウス以外にも伝説がフィーチャーされても全然おかしくありません。また BDSP とレジェンズアルセウスでほぼほぼセットみたいになってたように、ブラックホワイトリメイクとレジェンズビクティニとかレジェンズキュレム的な感じで、出ないとも言い切れません。ただいかんせんまだレジェンズアルセウス発売から1年経ったばっかで、今情報を出したとして実際に発売されるのは遅くとも1年後ですから、そうすると2年ごとにレジェンズ作品を作るなんてゲイフリさん倒れちゃい、なのでさすがにいないと思います。ただ個人的にはレジェンズアルセウスかなり好きだったので、いつかまた過去編とかそういうのじゃなくてほぼ本編と関係ない形で新ポケモンいっぱいで出してほしいな。さすがにそれは贅沢か。第12位、ブラックホワイトリメイク。可能性的には低そうですが、ブラックホワイトリメイクはかなり多くの方が期待されてるみたいです。ダイパリメイクが望まれてる時も毎回ポケモン関連の情報が出るぞとなるたびにトレンドいるし、また来なかったと話題になりましたが、あれはダイパだからじゃないんですね。で、発表される可能性の低さの要因としてはやはり単純に制作期間から考えるとおおよそ予想がつくかと思います。リメイク作品の発売周期はハートゴールドソウルシルバーが2009年、オメガルビーアルファサファイアが2014年、ピカブイが2018年、 BDSP が2021年で、間の期間は5年4年3年と期間が空いてます。 BDSP は外注ということもあり期間が短めだったんでしょうが、 BDSP は売上本数的にはそこまで少ないわけでもないので、また外注する可能性も全然あるでしょう。それで最短で3年出ると考えれば2024年、つまりあと1年出ることになりはしますが、少しね発表には早いので、冷静に考えるとブラックホワイトリメイクはまだ早いでしょう。まあでも来てもいいんだからね。第9位、ピカブイ続編。レッツゴーピカブイは初代リメイクなので、続編というかこちらもまたピカブイ風で金銀リメイクが出るということですね。地味にピカブイは戦闘システムとかが大きく変わってるのに、ちゃんと公式にポケモンシリーズ本編に入ってるということなんで、ピカブイスタイルでのシリーズ化は全然普通にありえそうです。しかもウルトラサンムーンの1年後に発売し、ピカブイの1年後には剣盾が発売されたので、期間的に1年出てもおかしくはなさそうです。さらにそろそろスイッチの次世代機が出てきそうで、ピカブイはスイッチの新機能を存分に活かしたゲームでもあったので、それを踏襲してスイッチの次世代機の新機能を活かした少し特殊なピカブイシリーズが出るのは全然ありえそうです。でもさすがにスカバイの DLC とかもあり、今年中には別の作品は出なそうな気もするので、発表はあったとしても来年になりそうな気もします。なので今回のポケモンプレゼンツで出る可能性は低そうですが、今後はかなり期待できるのではないでしょうか。第8位、ポケモンスリープ。ポケモンスリープとは睡眠習慣を記録改善していくことを目的としたポケモンと絡めたアプリで、2020年にリリース予定だったんですが、2019年に発表以来全く情報が出ていませんでした。ただ最近ポケモンスリープ関連と思われる特許が出願されたと話題になっていたらしく、かなり現実的かと思われます。とはいえなんだかんだ言って放置されてて、実はプロジェクトが流れてしまっていた可能性も全然ありそうな気もするので、情報の発表の可能性は高いとまでは言えない気もします。でもこのアプリなんかポケモン GO とかだったら外で友達とついでにやる的な要素もあるから、とりあえずダウンロードしとくか的な感じで爆流行りしましたけど、ポケモンスリープはあくまでも家で寝るときに使うやつみたいなので、そんなみんな使うのかなとは思ったりしますけど、しかもそれをこんだけ数年満を持して出すとなったらハードルが上がって、まあでも多くの人は存在自体認識してないかもですが、先行きがどうなってしまうのか少し心配ではあります。でもこんだけ準備して出すアプリならまだ全く詳細も明かされてないことですし、ワンチャンとんでもねえポケモンとかゲットできる可能性とかもありそうですから期待したいですね。第7位、新たな最強レイド。最強レイドといえば2月24日からポケモンデーの2月27日まで
すでに最強のピカチュウが出ると話題になっていますが、私的にはいくらポケモンデーとはいえ、今までガチガチに最強でガチ勢の知恵を集結させても安定的には突破できない最強レイドで、急にピカチュウを出してくるのはおかしい気がします。しかもいつもならレイド開始の1週間以上前に情報が解禁されるのに、今回はなんと3日前に情報解禁され、準備期間が少なく、ピカチュウはポケモンデーだから出してる感があります。で、2021年のポケモンデーには剣盾でミュウツーのレイドもあったし、何かしら最強レイド、もしくはそれに準じる特別なレイドが近いうちに追加である可能性は高いのではないでしょうか。もしなかったら、今回のピカチュウはまだ戦ってないので分かりませんが、バトルとしてちょっと物足りない印象はあり、しかも今までの最強レイドと違って、すでに普通に野生で出てるポケモンが対象になってて、別世代のポケモンを出す機会を失っているようなものなので、やはり追加レイドはあるような気もします。ただピカチュウの最強レイドは2月27日のポケモンデー1日中時間が設定されてて、即追加レイドがあるかといえばほぼなさそうなので、望みが薄い気も拭えません。すぐのレイド追加がなかったとしても、少し早いですがちょうどいいタイミングなので、3月の最強レイドが発表されたりする可能性は高そうな気がします。第6位、ポケモン GO 新情報。ポケモン GO 関連の情報は、前回もアローラ地方のポケモンが実装される情報がありましたので、そんな根拠はないんですが、逆に情報が何も出ない方がありえないと思いますので、何かしらの情報は来るでしょう。で、その中でも個人的に思うのは、ツイッターとかで言ってる人いましたが、コレクレイのトホフォルムが出る可能性は高そうです。スカバイで出てくるコレクレイは発光フォルムで、トホフォルムとはトホフォルムは捕まえられません。ただポケモン GO ではそのトホフォルムが捕まえられたりするのではないでしょうか。しかもポケモン GO で怪しいコインみたいなアイテムがあって、これは2022年11月頃に出て以来何も使われてないっぽいんですよね。なので、そろそろその使いどころが来るんじゃないかって説はあると思います。第5位、幻ポケモンの発表。実は剣盾での幻のポケモンザルードは2020年にポケモンデーに発表されています。その前例もありますし、ポケモン映画は毎年恒例だと思いますが、コロナの影響で2021年2022年と映画は公開されておらず、かつポケモンアニメもサトシが卒業し新たな方向に進んでいるので、今年はさすがにポケモン映画が公開されると思います。そしたら何かしら幻ポケモン出てくるはずですので、今回このタイミングで英語のテーマともなる幻ポケモンが発表される可能性は高いのではないでしょうか。第4位、スカバイの配布。まあこれはあえて1個の独立したものとしてあげるのはあれかもですが、何かしらね、スカバイ関連で配布が来るのではないでしょうか。まあいつも映像の中でこれから配布するぞって強調はせず、ぬるっと自然な感じで配布の映像が流れますから、まあ今回もかなり期待はできるでしょう。ちなみに前回のポケモンデーでの配布はハイパーボール、ギガトンボール、ジェットボール各30個ずつでした。じゃあいらねえよって言わないでくださいね。まあ秘伝スパイス来るかもよ。第3位、ポケモンユナイト新ポケモン。ポケモンユナイトは1回もやったことないんで解説できないんですが、去年のポケモンデーではジュラルドンが登場すると発表されてました。でユナイトはまだまだね、登場ポケモン超たくさんいるわけではなく、追加できるポケモンはたくさんいそうなので、全然登場する可能性はあるでしょう。ちょっと薄い解説。第2位、ポケモンホーム連携。ポケモンホームは以前から2023年春に予定と言われていて、ポケモンデーは2月27日でほぼ春なので、ポケモンホーム連携が解禁される可能性は非常に高いでしょう。この日に解禁されなかったとしても、具体的な連携する日が公開される可能性は非常に高いです。以前から連携自体は発表されてたものの、実際にね、具体的な日にちが明かされるだけでも私たちは燃えますからね。来たらありがたいですね。第1位、スカバイのダウンロードコンテンツ。これが大発生ならぬ大本命でございます。ツイッターのトレンドにも SV の DLC で入ってました。さすがにこのタイミングでね、情報公開するしかないと思います。スカバイの DLC はすでにスカバイの、作品をプレイするだけで、ウルトラボールが存在することや、聞くところによるとね、公式の攻略本で整理で朽ちた剣が入手できるとの情報が確認されてたり、そういうリークでない範囲でも十分にね、DLC が推測できるので、可能性は高そうです。で、時期的にも剣盾が発売された翌年に DLC が出てますから、ちょうど同じような感じと考えたら、発表の時期は今しかないと思いますので、
まあまあさすがに来るでしょう。てか来なかったら他によほどの新作とかない限りはめっちゃ炎上しそうまであります。でもきっと来る。でランク外となりましたダイパリメイク、ダイパは結構多くの方が好きな作品で、それにもかかわらずダイパ原作のリマスターと呼ばれたりするような BDSP が出たので、失望していた方が多く、ダイパリメイクが出てほしいと絶望している方がたくさんいましたね。まあそれでネタ的にまだダイパリメイクが発売されてないから次のポケモンプレゼンツで発表されるだろうと言ってる人が多かったです。まあ私個人的にはね BDSP は悪くない作品だと思いますが、まあ客観的に見てねやっぱり原作のリマスター感をどうしても否めないっちゃ否めないので、みんなのおっしゃる通りなんですが、さすがにね BDSP があって、しかもダイパの昔がね舞台のレジェンザルスエースも出てるわけですから、ここでまたリメイク出すのはさすがにないでしょ。まあそんなのもちろんね周知の事実だと思いますが、念のためにねって言いますよ。でもこれで出したらゲーム史に残るとんでもない挑戦だと思いますけどね、ゲームフリークさん実際見たいよマジで。はい、ということで今回はポケモンプレゼンツで来そうな情報について話しましたが、皆さんもこれ来るだろうよ一人ってやつがあったらぜひコメントで教えてください。まあよく言うやつだけど、こういうのって発表される時よりも発表される前のワクワク感が最高だったりしますからね。今を存分に楽しみましょう。